なんでレンゲなんだよ。なんだろう、肩が痛いんだよね最近。なんかさ、ハンマーで叩かれたような痛さ。なんかね、ガンガンつうか、ピュッピュピュップって痛いにわかる？あんたが今日は珍しく立ちのスタイルでオープニングをやってみてまーす。ということで、始めていきたいと思うんですけれども、この間さ、ジャストダンスやったじゃん。あの時にハイディが能面をあの能面ハイディもっと見たいなと思って、題して笑っちゃいけない能面シリーズ。そんな大した面白いことだった。ハイディの日常を過ごしてもらってるんですよ。あの格好で。あの格好で。その動画を見て、笑っちゃいけないよみたいなと思って。ああ、なるほどね。笑っちゃいけない系はテンションで500みたいな。また口にちょっと紙吹雪を含んで、1枚でも出ちゃったら負けみたいな感じにしようかな。いいよ。絶対笑わない。言うたな。いや、もう笑わない。今いっぱい笑っとき。あれやってみない？ラジオの時にやったさ、じわ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 笑いをこう増やして、30秒で321スタート。では早速始めたいと思います。ダーン、いくぞ。てかさ、リズムだいぶ出てるよね。お願いします。はい、あ、やべ、うろつき方がね、あれ空き巣みたいになってる。何を探してんだよ。笑わないね、笑わない。こっち見んない。あげとるやん。もう、でも待って、もうただの空き巣じゃんもう。本当に。紅茶を飲みたいんだと思うんだよね。ああ、なるほどね。そう。でスプーンをつけ。髪の毛邪魔そうだな。髪の毛邪魔そうだなって。なんかさ、森にいそうだよね、木の精霊でさ、なんかさ、根っこがこう、顔にまとわりついて。こんな精霊嫌なんだけど、めちゃくちゃ嫌なんだけど、なんもしてくれないと思う。そう、マグカップ探しててね、紅茶を飲もうと思ってね。ちゃんじゃねえよ。あ、だからそっち行く。ちゃんとね。ちょっとカットしてみる。夜ははちょっとね、物騒だからね。物騒だな、これが一番物騒レースカート。いや、怖すぎかよ。落とし穴、落とし穴。鳥飼ってる。鳥飼ってる。髪の毛どうしてください。全部前に行ってんじゃん、かわいい。いや、髪の毛入ってる。レンゲ。なんでレンゲなんだよ。なんでだよ。飲めるのそれ。飲めるのそれ。何を考え。どこ見てんだよ。レンジなんだ。レンジなんだって。見えてんのそれ。今日何なんだ。何も入ってないわ。水滴を。うちゃ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 う。どこだっけ、どこだっけ、口どこだっけ、口どこだっけ、あそこかって。すごい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 。わかるんだね。結構息の、結構息の。飲むの早かったね、意外とね。意外と早い。何の。意外と一応ね、大事にする。神経質だろうか。そうなのかもしれない。また座る。また座るの。なんで立ったんだよ。わけわかんないよ。何してるの。TikTok をね、多分やろうと思ってるんだけどね。諦めた。もう一回やめた。諦めんのか。なるほど。それがハンドスピナー。ハンドスピナーかよ。あ、痛い。ゴンつってよ。笑ってんじゃん。あ、そう笑ってけんかった。突っ込むじゃないんだったね。そう。意外とカメラ位置をね、見しがち。ねえ、もう取れた。洗わないんかい。洗えよ。でもスプーンにしちゃできるなと思う。レンゲなんだよね。何？これが日常なのに。何？包丁にスプーンじゃなくてレンゲが入ってるの。しかも妄想なんだよね。妄想。怖い。